ヤフーレ、対談。ヤクルトのミゲル・ヤフーレ投手が4日に X を更新し、対談することを報告した。NPB の他球団でのプレーを模索するという。今季チーム2位の129回1三分の1を投げた不安の報告に、ファンは、なんで、スワローズを離れると聞いて残念ですと声を寄せている。ベネズエラ出身の26歳は今季ヤクルトに加入。23登板で5勝10敗1ホールド、防御率 3.34 をマークした。投球回はチーム2位で、22先発も同3位。ペコちゃんの愛称で親しまれた。X には、今シーズンは本当に新しい経験でした。言葉だけではこの気持ちを表現できません。素晴らしいチームの一員になる機会を与えてくれたスワローズに感謝しますと感謝の思いを綴った上で。来年チームに戻れないことは悲しいですが、日本に残って皆さんを楽しませ続けられればと思っていますと綴った。この投稿にファンは続々反応。忘れないよ、嘘でしょ？なんで、寂しすぎる、寂しくなるよ、どこに行っても成功することを祈ってるよ、次のステージでの幸運を祈ってる。スワローズを離れると聞いて残念です、めっちゃ寂しいよ。ペコちゃんどういうこと？そんな、とコメントが寄せられた。来年は NPB の別のユニフォームを着るのか、今後の動向が注目される。引き止められなかったか。故障じゃしゃあないか。もう決まってるんでしょ。ペコちゃんというニックネームが嫌だったのかも。そのヤフーレが、来年ヤクルトキラーにならなければいいが。ただでさえ投手陣がボロボロなのに大丈夫か？新天地決まってるなぁこれ。3点対戦で10流行ってらんねえわな。で、マクガフが FA という？防御率的には阪神に縁がありそう。実はラミレスのように年齢詐称していたのがバレたというわけじゃないよね。ヤフーレ苦手やったし阪神やろな。金は青柳さんが置いていってくれるからの。どういうこと？ファンは来季に期待していたはず。球団はファンに説明しろよ。ってことはサイスニード残留か。さすがに先発足らないのに両方切らないでしょ。条件面で折り合わなかったんだろうな。健康な先発投手を手放すのは痛いな。日ハムのインスタフォローしたらしいけどまさか。ヤフーレはいい選手。日本でいらない球団はないと思う。でも本音はメジャーじゃないかと疑っている。